どうも、ヤードです。今回もですね、商業実況やっていきたいと思います。ただいま達成率は12.6%ということでですね、ここ、数日12%台をずっとうろうろしてます。12%から上がりも下がりもしないみたいな、そんな日々を過ごしておりますが、今日こそですね、まあ、15%に乗せたいよね。まあ、目標は高く20%に行きたいけど、さあ、お相手2段の方ですね。だから最近まず2段に勝てないのよ。初段には勝てるんだけど、2段に勝てないっていう。まあ、やっぱり実力のほどが知れますよね。自分の真の実力のほどが。まあ、でも、それも分かりながらやっぱり底辺2段を名乗ってるあたり、やっぱりね、自分のことをよく分かってるなというふうに 何も誇れないけどね 何一つ誇れないけど 自分のことをよく分かってるなと思いますね。やっぱり。はい。銀が打てそうだけど。これで、あ、やばい、間違えた。飛車下段まで引いてるじゃん。間違えたわ。普通にミスった。普通にミスった。そう来るんだ。それ面白くないね。一番面白くない展開ですね。どうしよう。この戦いでは時間負けはまず許されない。時間で負けることがまず許されないという問題がある。ここに銀打っちゃおう。これで角が取れる。これで角が取れたりする。2分はい。30秒。角が取れたところでっていう話ですよ。角が取れたところで、じゃあこの先どういう発展性があるのかっていう問題になってきますね。ここに振る。いやー、むずいな。でも相手もむずいよね。ただこの王様がね、やっぱ愚形なんだよね。相変わらず。いろんな人に指摘されてるけど、やっぱりこれ治んないんすよ。あ、飛車。これ取っちゃダメなの？これで引いて。違うな、こっちだったかな。これで一回銀上がって、これで一回こういっといて、なんかこれチャンスなんじゃないよ、これ。何をされるの？何をされてしまうというの？私は今から一体何をされちゃうの？この辺に銀打たれると、一回ここに飛車回っとくか。切っていきたいけどね、2もう分。ね。もはや。ただなぁ、この桂馬が跳ねてくるのがなぁ、普通に嫌なんだよな。一回、角打って桂馬跳ねてくるじゃん。これで馬で行っといて、ここに歩、あ、銀か。あ、そうだ、歩は打てないもんね。だけどまあ、所詮銀だから。所詮銀ですから。で、この桂馬取って、それが飛車に当たりますよ、みたいなことをしておけば、いけるんじゃない？まあ、歩を打てないのがね、やっぱ相手きついよね。いや、だから、まあ、ちょっと、この辺に銀打たれ、いや、でも大丈夫か。それも問題ないか。それも問題なさそう。この桂馬取れたらかなり勝ち。この桂馬さえ取れれば、馬の話ね。あくまでも馬の話だから。ここに金打と。金を打つべきだと思った。1分30秒。ここに銀打ちとかあんのか。一回ここにやっぱり歩打っとくべきなんだな。これで、この銀がどうなるんですかっていう話になってくるから。これで、詰めろだよね。詰めろだから、
待ってよ、こっちもさ、結構1分分あ、でも歩が打てるじゃん、ここに歩が打てるんだ。いや、見誤ったマジで。歩打たれた時に、いや、だからこう行って、こっちだよね、どう考えてもね。取っちゃったらね、飛車切ってきて飛車入ってくるってのがあるから、まあ、これはそうなると思う。これは馬が30秒。あの、ここに角打たれたくないから、とりあえず金だけは打っといて、あとは、そういうことか。あとは、なんだ。20秒。銀も打っとこう。わからんから。とりあえず何が何だかわからんから打っとこう。はい、これでこうか、違うか違った違った逃げろ逃げろ、10秒、逃げろ逃げろ、逃げさせてください、私に逃げさせてください。終わった。あ、やったー、危ねー、危ねえ、やったーって喜びすぎやろ時間切れ勝ちで喜びすぎる底辺初段。はい、ありがとうございました。いや、よかったぜ危なかったぜお前が後手だよし、さあ、お相手2段の方ですね、原始中飛車の得意の方。さあ、2段をね連覇していきましょう。さあ、こちら2連勝中です。2段なんかにね負けてるわけにいかないですよ。こっちはね3段倒せるかどうかっていう、そういう話をしてるわけですが、なんだったら余談出てこいよっていう、そういう話をしてるわけです。こっちとはね。まあ言うて久しぶりに二段に勝ったなみたいなとこありましたけど、今。さあ、お相手高見の囲いですね。で、こっちの囲いが緩いんで、あ、つうか2筋が、あ、これ銀引いときましょう。あ、そういうこと？取って取って取って、取って。刺して取っ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 てになっちゃうから、まあ一回引いといて、まあこれで2筋、うん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 、まあこれで一回引っといて、歩ついといて、これ角交換歓迎ですね、全く問題ない。これはと金作れるし、2分30秒、まあ引いとけばいい話で。はい、これで、これで飛車交換しておいて、で、こっちに飛車の打ち込む隙をね、作らせなければいいだけの話なので、桂馬取っといて、そうね、これは、そうだな、2分、ここの歩ついて、で、はい、ここで何かしたい。とりあえずここ、あ、そうか、ここに桂馬打っちゃえばいいっていうこと。あ、違うね、全然違うね。だから、ここで角打ちか。ここに角打ちですね。で、ここ守ってもらって、で、ここの歩を取って、守りに効かせていくっていう。ちょっと時間使っちゃったな。時間使っちゃったのは良くない。これは反省。はい。これあれか。もう、銀捨ててくるってことか。はい。だけど、これ、歩が、この角で取れるんですよ。それがでかい。この角で取れると思わなかったでしょ、相手。実は取れるんですよ。
実はね、そうなんす。そうなんす。1分30秒。それが厳しいか。一回銀打つか。飛車で切ってこられて、飛車切ってこられて、ね、これどっちが、1分。めっちゃうまいな、相手。めっちゃうまいじゃん。確かにそうじゃん。っていうか、これ、やば。やば。負けた。これ、切られて、負けだ。強っ。悔しいじゃろ。いや。この悔し涙を力に変えるんじゃ。なんでこうなるの？なんでこうなるの？もう難しいっすね。お前が先手だ。さあ、お相手また二段ですね。三間飛車がお得の方、ちょっと今の二段のリベンジをこう6連勝中6連勝中まあ6連勝中だけどね、まあまあ7連勝はできないと思っていただいた方がいいかもしれないですね。うん、相手が私ですから、まあ基本負けないと思うので。暴銀。さあ、暴銀、暴銀のエフェクト出たしね。暴銀のエフェクト出るともう負けないっていう噂です。はい、これで一回角引いといて、さあ、お相手向かい飛車、角出てくる、5五歩。お、これで角一回銀交換までしといて、ここに銀打てるから、ちょっと待って、ここに銀だけ打たしてくれ。それあるじゃん、それあるじゃん。2分30秒。こっちに回ってきちゃう、こっちに回ってきちゃう、やば。いや、違う違う、すべてが間違ってる。うんうんうん、強者取っといて、あ、これで、はい、ここに強者打とう。これしかないっす、私にできることは。これでこの金を取れればかなり優勢になると思いきや、このと金がきついっていうね。このと金はきついよね。2分。このと金きついけど、一回これで、飛車に当てといて、やばいのか、これ。なんかやばいのか。でもね、これ生きてるはずで。これね、生きてるはずです。これ大丈夫なはずです。うん、これ大丈夫。これで1分30秒。これで、銀打って、待てよ。この横着したさ、ここに桂打ち、馬引いと桂打ちみたいな、なんかそういう横着した手は効かないんですか？効かなそうだね。ちょっと効かなそうなんで、やめとこう。
これは取りたい。これで馬引いといて、でここに合駒請求でしょ。これで結構心配ない形だと思うんだよね。この桂馬取れないし、馬で1分。ただ時間は負けてると、時間は完全に負けてるという状態ですね。銀打つ。相手飛車角でしょ。飛車角でこれで銀打っといて、で何金でも打っとく。違うな、これ完全に間違ってる、完全に間違ってるぞ。おい、なんか目先の何かにとらわれたぞ今。完全に目先の何かにとらわれましたよ。30秒。角こっち打ってくるのか。やべ、時間がね。時間がないですよ。時間が全くないですよ。20秒。さあこれ詰めろ、これ詰めろ。王様逃げるしかないでしょ。あ、これ勝ちでしょ、これ勝ち、さすがに勝ち。よし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 、オッケー、勝ちですやったぜ。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 OK、 じゃあ一回達成率を見てみましょう。この時点で達成率 13.6% きました。 13% 台乗ってます。さあこれで連勝をここで重ねることができれば 13% の地位を確立できるんで、この二段に負けるかどうか、勝てるかどうかとは非常に重要。こちら後手番ですね。で一回負けてましたね、この人に。一回負けてるんで、慎重に指していきたいところです。さあ勝ちたいね、勝ちを積み重ねていきたいところです。はい、これで王様寄っといちゃって、まあこれでこの風取り行くよみたいな話をして、これ風タダなんで、これ横歩くんのかな、横歩。まあいっか、普通に歩打ちで、でこれでケイマね、まあ、一回一歩交換しておいて、2分30秒。ね、まあ、ここでも引いていく一択ではね、別に引いていくの問題なくって、この歩つこう、ついちゃおう、こういっちゃおう。はい、これで金で上がっていって、まあ、相手は何かしら暴れてきたいんでしょうけど、まあ暴れでも時間負けてるんだよね。この角欲しいな、ここに打ちたいもんな。まあでもそんなこと言っててもしょうがないか。相手銀だけだから、銀の打ちどころをちょっと注意していけば
問題ないと思うんですけど、いかがでしょうかという感じですかね。まあ、ちょっとこっちの攻めに時間かかっちゃうっていうね。それだけだな、もう。今残念なのは。時間かかっちゃうんすよ。ここに金融打たれても何も怖くないからね。時間はかかれど、丁寧に仕留めていくっていう、そういう戦い方を心がけていきたいです。私としては。1分30秒。私としては、そういう戦い方を心がけていきたい。まあ、これで一回歩ついといて、これで上がっちゃおう。うん、ふーっとポこれでめちゃくちゃ釣り上げられるんだけど釣り上げられまくってるんだけど、飛車の横行きがあるからね。こっちはこれで一回角に当てといて、あ、やべえ、それがあるか。それで今日、桂馬でも打つ。桂馬打っちゃダメ。まあ、一回引くか。無難にね。無難に。無難に行きましょう。あとはさ、飛車回っていくとか。1分。これ取っちゃうか。飛車回っていくとかっていうのが、ありませんか。強者でしょ。強者は普通に。クソだるいな。クソだる祭りですね。なんかあっさり勝ちたい。何の苦労もなくあっさり勝ちたい。苦労なく勝ちたい。これだ、そこだ、チャンス。多分チャンス来る、これ。30秒。こうで。20秒。ふんどしの系的なことをやって、ちょっと待ってよ。ここに強者打って詰めろだから、これ詰めろだよね。銀打って金打って勝ちだもんね。これも銀打って金打って勝ち。なので、はい、これは取って、はい、これで銀打って金打って勝ちですね。これは完勝です。10秒。よーし、よかったー。行くぞ、この厳しい戦いを切った。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。対戦ありがとうございました。はい、というわけでですね、今日あと1試合2試合やっていきたいなというふうに思ってます。さあ、お相手初段の方ですね、角交換振り飛車がお得意な方ということでやっていきましょう。さあ、今日楽しく将棋ロジックやっていきましょう。まあ今回の収録は2段にね、それなりに勝ててるんで、悪くない収録ですね。今のところね。これで 13% もう確実にしてるんじゃない？あとは連敗さえしなければっていう、なんかそういう感じかなと思います。連敗したらもう一気に落ちちゃうんですよ。さあ、お相手三間飛車。ここの歩突きたい。この歩突いとこ。この角なんだ。この角は何だ。この角は何がしたいんだ。これで歩ついて、これは端歩が決まるんで、問題なく端歩が決まりますっていう話になっていて。
これで銀で歩取っていけばミッションコンプリート。まあ銀で角で銀切ってくるっていうことぐらいはあるとは思いますけど、あとここに銀打ちとかもあるしな。銀打ち、あ、銀が手に入ればね銀が手に入ればの話。これでこれで飛車走っていけば問題ないでしょ。やっぱり銀打ちあるし、銀打ってから飛車成れても十分だよね。銀打ちたいな。銀打たしてくれないかな。そろそろ角なってくるかどうか、あ、角切ってくるかどうかぐらいの、まあ、そういうレベルの話かなと思います。とりあえず2筋は完全に突破しましたね。これね、2筋突破しまくりングです。さあこれは2分30秒。まあこれは飛車ぶつけてくるという意図だと思いますけど、まあ、普通にバラしといて問題ないんで、ん、これなんかある、何かまずい、まずいお話がありますか。これで一回竜作っといて、はい、ここからねのんびりしちゃいけないんですよね。やべえ、間違えた。なんだよ。なんだよ。完全に王手飛車。あ、でも、相手角持ってねえし。まあ、ここに桂打ちたいっていう、まずは。はい。これで、角上がっていったりとかしてみて。一回引いて。銀こんなとこに使ってくれれば、なんか全然ありがたい気はしますけどね。まあ、この辺に角打ちますか。まあ、銀取り兼香取り。はい。香車もらっておいて、まあ、下から香車打っていきたい。気持ちとしては。で、時間がもうね、完全に、問題ない時間帯になってきてるんで、これは何？下から強者打って、うん、桂馬打って金が上に上がってきて、はい、1分30秒。うん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 、切っちゃおう。それがあるか。確かに金が取られちゃう。確かに、やべえ、残り20秒で負けるなんて事態許されないっす。マジで許されないっす。はい、これが詰めろまではいってないんだけど、結構際どい感じになってると思う。相手残り10秒だしね。金でしょ。だからこれ一回銀打って、腹銀。時間切れ。ああ、勝っちゃった。はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。というわけでですね、まあ、キリがいいので、この辺で今日は、終わっておきたいと思います。達成数 14.8%、 結構上がってきた。よし、素晴らしい。 OKOK。というわけでですね、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。お相手は私ヤードでございました。お疲れ様でした。